3代目 JSB、エリー、目指すところは、マイケルが一番近い、2018年6月9日14時0分スポーツ報知3代目 J ソウルブラザーズのパフォーマー、エリー、カメラ、小泉弘樹、青森。三沢高時代は厚生学院の巨人、坂本隼人と対戦した経験もある球児だったエリー、カメラ、小泉弘樹、三代目 J ソウルブラザーズのオリジナルアルバム、フューチャー、が6日に発売された。パフォーマーのエリー、30、は、ボーカル2人のソロ楽曲も収録されてグループとして挑戦できた作品、という。自身のソロ名義、クレイジーボーイの活動も活発で、初のベストアルバム、NEOTOK、Why Oh Forever を7月4日に発売し、同9日からツアーをスタートさせる。パフォーマーがアルバムを出してツアーができると思うと感慨深い。さらに、3年以内に世界のトップ10に入りたい、と世界進出にも意欲を見せた。野球少年がダンスに目覚めて人気アーティストに。そこにはエリー流の生き様があった。約2年ぶりとなるアルバムには登坂宏臣、31、と今市隆二、31、のソロ作品に加えて、革命。バーの1年を追った長編ドキュメンタリー映画、セブン、ナナ、も収録されている豪華版だ。三代目としての楽曲プラス、ボーカル2人のソロの楽曲も入っていて、グループとして挑戦させていただきました。ドキュメントで僕は音楽を作っていたりしていますが、俳優やっていたりアパレルやるメンバーだったり、それ、どれの、らしさ、が出ていて、メンバーの進みたい方向やクリエイティビティの始まりを見せています。これがどう発展して3代目にどうつながっていくのか、考えながら見てもらえれば嬉しい。です。同じくソロで活動しているクレイジーボーイの作品が収められていないが、自分は入ってもいいとは思ったですね。ただグループの核でやってきた2人の楽曲が入るのはバランスいいですし、まあいきなり自分が3代目のアルバムに入るというのもね。メンバーは入れたらどうかと言ってくれましたが、僕はどっちでも音楽が出せればよかった。まあ、クレイジーは自分一人でスタートして、一から作り上げたアーティストという気持ちも自分の中にありますから、三代目 JSB ではパフォーマーの立場だが、楽曲制作は以前から積極的に行っており、ずっと発表の機会を伺っていたという。自分が劇団 EXILE にいる時から仲間と音楽制作してました。ずっとやりたい気持ちがあった中で、3代目のリハーサルのゲネプロの時に、今、俺ちょっとやりたい、と思ったらマイク持ってステージに上がってました。2度目のツアーの時で、パフォーマーがダンスしなきゃいけない場面です。そこでいきなりラップ始めたから周りは、何が起こった、って感じで、成功法ではないけどやるしかなかった。相談しても、何言ってんだ、となるのも分かっていたし、一番頭に残すためには人が、たくさんいるステージで見せるのが一番早いですからね、周囲の反応は、マジウケる、とか、何やってんだ、といろんな声がある中、登坂くんは、エイリーすごいね、こんな人見たことない。マジ応援している、と言ってくれました。この一歩が自分的にはすごく大きかった。
まだ会社は 100% ソロ活動を分かってくれなかったですが、俺にしかできないという自信もあって、もっと音楽のクオリティを高めて提示しようと考えました。サポートを得られない中、目をつけたのは楽曲配信。この成功がクレイジーボーイの活動を決定づけた。会社を納得させるためにはできることを見せるしかない。いきなり CD と言ってもびっくりするし、そもそもお金も使えないわけで、当時誰もやっていなかったデジタル配信を使いました。データ出すだけで金もかからないしね。LDH では初めての試みで、10個のサイトで1位になりヒーローさんに、やった方がいい。頑張れ、と言ってもらいました。戸坂博、シンと同じぐらい早い時期に小吉さんにも、一緒に曲を作ろう、と声をかけていただき、自分の CD に僕を入れてくれました。嬉しかったな、絶対に忘れません。今は関口メンディーや、スダンナユズユリーらもラップを始めてます。それって 100% 俺から生まれたと思っています。ビビらずに発信することが大切だと言いたいです。ベスト版発売に合わせ全国7カ所のツアーが始まる。会場はファンの顔が間近で見られるようにと、ライブハウスを選んだそうだ。パフォーマーがアルバム出したり、ツアーなんて誰も予想してなかったでしょ。いいや、嬉しいっす。アリーナとかドームだと僕らが遠い存在に見えたりするじゃないですか。でも僕は人よりダンスがちょっとだけできて、こういう表現が好きなただの男です。ファンとの関係もアーティストとしてではなく、普通の人として近い距離でコミュニケーションを取りたい。人間の僕をみんなにぶつけて本当のつながりを持ちたいと思って会場も選びました。プライベートパーティーなのでここに来た人だけが見られるものもあります。笑い、地元の青森、16日、八戸公会堂のライブもある。青森で3代目は1回もやったことがないんでね。初お目見えです。笑い。これでおばあちゃんにやっと見てもらえます。もう80何歳なので東京には来るのは難しいし、僕、おばあちゃんっ子なんで念願が叶って嬉しいっす。三沢高では保守で4番、青森県大会では巨人の坂本勇人、厚生学院、と対戦していた。プロ野球を目指して東農大に進学したが、ダンスの魅力に、瞬殺、された。渋谷のクラブで、ベースヘッツ、というダンスチームの踊りを見たときに、あ、俺、絶対これになる、と。それまでずっとプロ野球選手になりたいと思ってたんですが、もう一瞬でしたね。大学1年の時で2年の時には、野球部、辞めてました。親に報告したら、帰ってくんな、って。悲しかったんでしょうね。特待生で大学に入って、地道に普通の人生を送ってほしいと思っていたでしょうから。で、大学辞めて就職もしないもんだから、実家に帰った時も、うちに入れてくれなくて友達ん家に泊まりましたよ。それぐらい怒っていました。僕は、大丈夫だから見ていてよ、という感じでメッセージを送ると、ダンスやって将来どうすんの？絶対すごくなるから、といったやりとりをしてました。昔から有言実行。思ったらそこに行くまでやる。
途中でやめることはないです。例えば、世界のトップ10に入るように頑張る、と言えば、そこまでやります。はい、正直、世界でトップ10になりたいです。3年以内にはなりたいですね。新聞に書いておいてもらえれば、やるしかないんでやります。笑い。持ち前の運動神経を活かしてダンサーとして頭角を現した。LDH からスカウトを受けるが、最初は劇団 EXILE からのスタートだった。自分で言うのもなんですが、渋谷のハーレム、ブエノスと、かで踊っていて、自分が出る時にはパンパンに人が入ってました。その頃に今の EXPG の社長に、2代目 JSB のメンバーで舞台があるからゲストダンサーで出てよ、と頼まれました。2代目のメンバーの他は全員が LDH の所属で、外部は俺だけで、友達いないし気まずかったな。その時会ったのが、山下健二郎さん。舞台をやりきった後にまた呼ばれて、健二郎さんがやけに真面目な顔して、白浜、嵐と突っ立っているんですよ。どうも劇団エグザイル風組のメンバーを決める場だったらしく、そこでヒーローさんから、エリー、劇団に入らないか、と誘われて、え、劇団に、とびっくりしました。ダンサー志望ですよね。ええ。まあヒーローさんに言われたら入るしかないじゃないですか。そこで言いました。僕は劇団やります。でも絶対に音楽とダンスで輝きたいから音楽を作るグループに所属できなかったらやりません、と。そしたら、JSB で新しいのを作るからそこに入って、って。もうヒーローさんの頭の中には3代目の青写真があったんですね。ループが始動した時はパフォーマーは僕と直樹さん、直人さんの3人。おから、ダンサー誰がいい、となって岩ちゃん、岩田武則、が決まって健二郎さんです。ボーカルバトルでは、この二人、登坂、二枚地、が三代目になるんだろうなと思って見ていました。パフォーマー、ラッパー、振付師と様々な顔を持つエリーが目指すものは、結果で言うと1位とか何枚売れたとかでしょうが、そうじゃない。そう、マイケル・ジャクソンが一番近いかな。それは自分のスタイルとか、絶対自信持っていることを前に出していきたいということです。日本やアメリカの人たちがもっと自分に触れてほしい。あと、将来は社長になりたいっす。なんだかんだ言って一番はヒーローさんになりたい、笑い。自分が進むことで、エンターテインメントを、どんどん大きくしていきたいですね。ヒーローさんから、来年はアメリカ行け。世界で出せるようにやるから、と言っていただきました。僕が次に達成しなきゃいけないことなので、これは絶対にやります。隠し事なし。何を言っても愛されるキャラは彼の人間性があってのもの。新たな道を開く裏にはまさにクレイジーな覚悟がある。国部敦史、三代目は同級生。三代目 JSB はボーカルもパフォーマーも仲がいいが、ボーカル二人がグループの真ん中の年なんでバランスもいいっすね。そもそもはそうでもなかったんですが、僕も曲を作るようになって、その中で、それ微妙だよ。
それいい、とか気を使わずにちゃんとぶつけられるところがいいんじゃないですか。ボーカル二人は一個、年、上ですが、敬語では喋んないっす。岩ちゃん後輩ですが、僕にも敬語で喋んない。まあリーダー二人だけには敬語ですが、僕ら7人が一人一人が違うところから来ているので、みんな同級生という感じもありますね。それにお互い干渉しないです。お前のやりたいことやれ、っていう感じ。直樹さんもハリウッド目指してもイケイケだし、岩ちゃんは日本の俳優で頑張ったり、僕はボーカル2人と違うラップやブラックミュージック作っているしね。本当にみんな方向性が違うのが三代目の強みですね。三沢ならで。和の DJ がきっかけ音楽を始めたきっかけは DJ からだった。米軍のキャンプがある三沢の土地柄も大きかったようだ。小6の時にお年玉で DJ 機材を買ったんですね。三沢ですごいはやっていて、これいい、と思った瞬間に買っていました。小学生なのに地元のレコードショップに行ってアナログ版を買っては店長さんに DJ のやり方を教わって、家に帰ってレコード回してました。音楽の原点はあそこですね。とにかく三沢はお祭りもすごいし、音楽すごくかかる。いつも音楽がどんどんで、車も窓開けて音楽かけて走っています。本当にアメリカのイメージする感じの街だから、自分もこんなになっちゃいました。エリー、エイリー、本名エリオット・ロシャード、福岡屋。1987年9月21日、青森、三沢市出身、30歳。2010年4月、劇団エグザイル風組に入団し、同7月に3代目 JSOUL BROTHERS のパフォーマーに、クレイジーボーイ名義でラッパーとしても活動を始め、14年6月に小吉のシングルに参加。17年2月にアルバム、NEOTOKYOEEP をデジタル配信。振付師でも活躍し、3代目 JSB の R.Y.U.S.E.I. の感想でのランニングマンを考案。父親は米国人で元 OPBF スーパーウェルター級王者のカーロス・エリオット、弟はザ・RAMPAGE の力也。